静岡県西部で運転していたトラックを捜査車両に衝突させたとして逮捕された広島県広島市の男が捜査車両3台を損壊させた疑いで再逮捕されました広島市の54歳の会社員の男は1日静岡県掛川市倉見など掛川市内の3カ所で運転していたトラックを捜査車両に衝突させ 警察官の職務を妨害し車両3台を損壊させた疑いが持たれています警察によりますと被害に遭った3台は男を追跡するためにトラックの後ろを走っていましたが男がバックした際に損壊したということです男が運転していたトラックは盗難届が出されていて警察は男に職務質問をするため 岩田市の東名高速上り遠州豊田パーキングエリアから追跡していました捜査関係者によりますと男が運転していたトラックは一般車両にも衝突していて当て逃げの疑いもあるとみて捜査しています